よし帰ろう。うわ真っ白だ真っ白やないか。はいどうも皆さんこんばんは、狼さんでございます。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ということで、昨日の続きですね。暗いね。昨日の続きですね。ミストサバイバルやっていきましょう。で今日やるべきことはこのこいつ静かになったんだね。静かになったね。はい、今日やるべきことはですね、昨日取れなかったやつを取っていきましょう。これ丸太転がってるけど、丸太消えないですね。まだ消えなくなったんだね。まあいいや、とりあえず、向こうのあのかっこいい車があったとこね、あそこに、取れなかったものがいくつか、ほう、あそこか、あれか、あ、割と近いね。ちょっと取れずに放置してきたやつがあるので、それを回収してきて、で、家がね、どっかにあったと思ったんですけど、近くにね。その家の様子をちょっと見て、もしロッカーとかがあったら、ロッカー盗んでこようかな、という感じですね。とりあえずね。ここ、相性、石浮いてる。石とかね、多分結構いるんですよね、実は。石ね、なんかそこら中に石あるんですけど、取れる石が、限られてるんで、こう石見つけたら取っといた方がいいですよ。とりあえず拾っといた。ちょっと待って待って待って。この裏って何？あ、この裏池だ。オッケーオッケー。了解了解。あ、なんか石いっぱいあるここ。あ、なんか石いっぱいあるね。これ珍しい。こんないっぱいあるって。石ね、必、あ、布もあるじゃん。石必要なんですよね、結構ね。で、探してもない、探してもないのよ、石って。あ、石めっちゃあるじゃん。石めっちゃある。珍しい。これランダム分けだと思うんですけどね、多分ね。うん、ちょっと枝とかはまあまあいいや、とりあえず。とりあえず拾っとくか。この裏にコンポーネントが1個あったけど、取ったっけ？あ、取ってないね。ちょっと待って、ライドオン。これ拾って、これも拾って。こん中なんか入ってたっけ？あ、入ってるね。あ、酒入ってんじゃん。やった。酒があるっていうことは、酒1個、多分手持ちが1個あるんで、ひょっとしたらバンドエイド、バンドエイド、バンテージ、バンテージ作れるかもしんないね、ひょっとしたらね。スクラップはもうやたらといた、あ、弾入ってた。やった。スクラップも必要といえば必要なんで、もらってきましょう。はい、これももらって、これからか、こっちは。からだ。こっちは入ってないよ。あ、これ入ってるね。なんか取っちゃったのもあるからね。あ、持てない。こういう時は石を取りすぎ。これいらないんじゃない？これいらない。代わりにこれ拾ってこう。よし。で、木の板は取れるかな。で、取れるね。スクラップ、コーネンツ、スクラップ、あ、スクラップもう取れないのか。ということはやな。あ、ちょっと待って、どれだっけ。インベントリーか。いらなそうなのでは、もう間違いなく枝ですね、これね。あ、待って、これさ、なんか装備す、あ、装備できるもんがないか。これ装備できないんだよね。できないよね。これを手に持てるんだったらね。こういうのとかね。持てない、ダメか、持てないからいいや。じゃあ、とりあえず、これでいいか。ここに棚はないんだね。これ開くんだっけ？開くじゃん。開くじゃん。解放。解放したところで持ち出せるものはないのか。ないね。うん。よっしゃ。で、あとなんか、家が、この辺に家があって、あったあった、あそこに家があるんだよね。そこに家があるんで、あの家をちょっと見ていきたい。この車は、あされないか。これ住める家だよね。あったよね。住める家ですよね、ここね。あ、カバンあるじゃん。カバン。ナイフ入ってる。まあ、ナイフいらないか。とりあえず中にロッカーとかあったー。オッケー。こういうのをね、かっぱらっていく。しかも中、あ、水入ってる。ちょっと待てよ。さっきのナイフももらっとくか。このナイフも一応。ああ、そうかそうか。一旦物を置かないと取れないか。
と、まあこれ石と、まあ銃弾でも入れときましょうか。でこれでとりあえずナイフが取れると。じゃあ装備しちゃえばいいんだよ、別にね。別に開けなくても装備しちゃえばよかった。これ持って帰ろう。そしてこれを持って帰ってしまう。よいしょ。これでロッカー作らんでもいいわ、ね、ロッカー今1個作ったんで3つになるのかな、これで。うん、3つあったらまあまあいろんなもん入れれるんじゃない。そうでもないかな。分別できない、あの分別しないとね、ここには何入ってるとかしないと、あのね、わけわかんなくなっちゃうんだよね、本当にね。どこに何があるかわかんなくなっちゃうんで、よいしょ。この斜めにロッカーを持ったまま斜めに登っていく。強引に斜めに登っていく。斜めに斜めに行け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 、頑張って登れ。あ、待って、登るんだ。よし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 、オッケー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 、よいしょ。あ、待って、そこにも石落ちてた。あ、ここにも落ちてる。あ、なんか今日石めっちゃ落ちてる。石の日か今日は。はい、ただいまーっと。まあ、これの隣でいいか。これの隣に置いちゃうか。こんな感じで。こんな感じで。くっつけておいちゃう。よいしょ。で、ちょっとなんか、でこぼこしてるけど、まあいいか。で、とりあえずこれを作っちゃわないといけないんだけど、これは石はまあこれで OK だね。バケツは多分ね、バケツここで作れないかな。バケツ作れんじゃない。あ、作れるじゃんね、やっぱりね。作っちゃおう、もうこうなったら。バケツ自作だ。バケツを自作していく。うん、でこれで OK なんで、ペットボトルもちょっといくつか、4つしか作れないのか。まあ4つ作るか。ペットボトルで水汲んでこなきゃいけないですよね。うん、オッケー。でちょっと荷物を下ろして、こっちか。あー、ちょっとなんか分別した方がいいよね、ちゃんとね、しっかりね。スクラップスクラップスクラップ取りすぎたか。食料品はこっちに向こうに置いてあるんで、まあ向こうに持っていくとして、石余ってんじゃん、すごいね。水ね、これ飲める水ね。じゃあ な位置的にはこうだな。でこれ向こうに置いたんで、あ、待って、これで包帯が作れる。包帯というか、なんというか、絆創膏というか。ちょっと待って、どうやって作るんだっけ。これかな、これか、これだ。 OK、 これないとね、怪我した時大変なんですよ、本当に。本当大変なんですよ。でバケツは向こうにセットするとして、こっちのやつをちょっと移すか。木コンポーネンツ、まあこういうのはここに置いとくとして、布も置いとくか、こっちに。で瓶にも水汲めるんだったかな。瓶はでも酒を作る時に使うんですよね。うん、確かね。あ、これタイヤ持ってってつけてこようか。あのトラックに。で、木はこっちに置くとして、コンポーネントもこっちに置いて、丸太もこっち入れとくか。で、石か。まあ、石もこっち置いとくか。とりあえず。で、ここはもう食料だけ、みたいな。マッチと。食料だけと言いながら、マッチとこれが入ってるけど、まあいいか。じゃあちょっとバケツをセットして、バケツセット。OK。あ、OK。で、水を入れなきゃいけないんで、水汲みに行きましょうか。向こうに池があったんで、また石があるんで、石拾っとこう。なくなったかな？あ、あったあったあった。石はね、キャンプファイヤーも作んなきゃいけないんで、
あそこにも石あるな。そうなるとまた石がね、7つか8つかなんかそれぐらいいるんですよね。で、何回も言うように石はね、探そうと思ってもう見つからないんですよね、本当にね。これもランダムだと思うんですけど、出現はね、湧いてくるだけだと思うんですけど、なかなかね、ない時全然ないんだよね、本当に。石いっぱいあるのにさ、それ拾わないのみたいな感じなんですよね。それ拾えばいいじゃんって、めっちゃ落ちてる石。そうやって言ってたら、めっちゃ落ちてるやん。ちょっとどうした今日石大量じゃん。これこういう日を逃しちゃいけないね、やっぱね。そこにもまた落ちてる、ね、こういうなんか日によって違うんですかね。そしてこれタイヤつけたいな俺。タイヤつけれないのこれ。どうやってつけんだっけ。あ、こうか。こうだっけ。ウィーン。はい。一個だけタイヤついた。はい。一個だけタイヤがつきましたね。まあいいや。一個でも。あ、ちょっと待って。霧が出てきた。先にちょっと水が汲みたいね。水汲んでから帰りたいな。ちょ、待って。よいしょ。V で、チャポ。時間経過するからまずいか。2分。やばいかな。よし、帰ろう。うわ、真っ白だ。真っ白やないか。やばい。なんか昨日もこんな感じになってなかった？気のせいかな？昨日もこんな状態だったような、真っ白だって言ってたような気がするけど。気のせいかな？なんか最近こういうの多いな。最近っていうか昨日と今日しかやってないけど。間に合うかこれ。間に合うか。どこだっけ家。暗いから家どこだかわかんなくなっちゃうね。あ、ちょっと待って、家ど、あ、これだ。急げ。間に合うか。間に合った。閉めて。開けて。閉めて。あ、危ねえ。危なー。ギリだったね。セーブしよう。セーブさせて。セーブさせて。セーブゲーム。危なー。ギリでしたね。今日もギリでした。そして、寝るか。待ってんのめんどくさいね、これね。また入ってくるかな。入っては来なかった。声はしてたけど入ってこなかったね。 OK、 ラッキーだ。今日はラッキーだね。で、ゾンビの死体があったらゾンビの死体を漁りたいとこですけどね。ないか。ないね。あ、ないな。ゾンビの死体を漁るとね、なんか手に入る時があるんですよね。あ、いたいた、ゾンビ死んでた、そこに。まあ何も持ってない時もあるんですけど、これ一応漁れるんでね。あ、こいつ何も持ってないわ。ハズレだ、ハズレゾンビだ。ハズレゾンビ。あ、そこにも死んでる。これ違うか。これ枝が落ちてるだけか。めっちゃ落ちてる。木切ったからね。枝大量やね。まあ拾えるもんは拾っておきましょう。そしてこの丸太も拾えないか。そんなに持てないか。フェザー何使うんだっけな。あれかな、弓矢かな。多分マッチが必要。マッチどこだっけ。こっちか。あ、持てないじゃん。ちょっと待って。とりあえずこの丸太一旦置いて。あ、もう丸太とかあれだね、別なとこに置いた方が。本当は丸太用ロッカーを作った方がいいね。丸太用ロッカー作るか。ちょっと待って、その前にこう水作るのに時間かかるんで、水先に。
あ、じゃあマッチ取りに行ったんだと。何しに行ったんだって。マッチ取りに行ったんや。マッチ。スプリット、スプリット、まあ5ぐらいでいいよね。よし、多分1でいいんですけどね。巻きいるんだっけ？あ、巻きいるのか。何回もうろうろしなきゃいけない。巻きがいるのか。ということは、これで巻き作んなきゃいけない感じ？これで。これか？はい。はい、OK。OK ですかね。あ、喉乾いた。喉乾いたとか言ってる。何回もうろうろしなきゃいけない。とりあえず、ちょっとだけ飲んどけ。ちょっとでいいよ。うん、いっぱい飲まなくていいよ。はい、あーっと雨降ってきた。リアルの話だけどね。台風来てるんですよね、今ね。台風が来てるんですよね。本当に困ったもんですね。で、これここに水をこうやって入れてやるんですよね。うん、何リットル入るんだったかちょっと忘れちゃったけど、16か20ぐらい入るんだったかな。違ったかな。こう水をここに入れてやって、ギブ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 してやって、で、マッチとこの皮 OK なんで、で、これでこうポタポタ、こう、ここにね、蒸留された水が出てくるという、下側にね。うん。で、これであとは放置しとけば OK なんですが、どうしようかな。ペットボトル捨てとこうかな。とりあえず。ほい。ペットボトルまた出来上がったのを拾う時にいるんで、ここに投げときましょう。あ、そしてキャンプファイヤー作んなきゃいけないよ。キャンプファイヤー作らないとご飯作れないんで、で、これに石がまたたくさんいるんだけど、石置いてきちゃったかな。置いてきちゃった系だね。なんかね、持ってないね今。石ころいっぱいあるでしょ。ほら8、あ、来た。持っててよかった石。よいしょ。で、これでキャンプファイヤー作って、で、グリルも作んなきゃいけないんですよね。これこれこれ。これを作んなきゃいけないんだが、これちょっと角度ね、考えてね。スクラップ、スクラップもいっぱいあるんじゃないねえ。よいしょ。これで作れるかな。グリルないと肉焼けないんですよね。いけるかな。あ、いけたいけた。で、まあ、とりあえず肉持ってないんで、これは作ったものの、まあ、肉は持ってないんで、まあいいかと。で、あとなんだ、干すやつ。ドライラック。クッキングポットはどうしようかな。クッキングポットはいらないかな。ドライラックを置いとこう、一応。ドライラックなんかしなきゃいけなかったような気がするけど、覚えてないね。これは、スティックと紐。スティック。何個いるって書いてあった。4つかな。6個かな。1、2、3、4、5、6。ちょ、見なかった、ごめん。7個か。結構いるな。7つか。あ、もうないじゃん。枝が、枝どっかに入ってる。枝入ってるかな、どっかに。あ、入ってるね。4つ入ってるわ。あと3か。3個ね。3個。シャキ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 。はい、OK。で、ロープか。ロープ2本もあったかな。あ、ロープめっちゃある。5本もあった。めっちゃあったわ。よし。これでこれ完成と。よっしゃ。で、あとはまあここで水ができるのを待つ。 0.56 リットルのと、できれば熊をやりに行きたいところだけど、銃がないんだよね。銃がないんだよね。
もうちょっと今16時、もうちょっと時間あるんで、スロット増やしに行きましょうか。今ね、リュック取れば、リュック取ったらスロットが増えるんですけど、そのリュックを取りに行きましょうか。どこにあるのかというと、どこにあるのか分かんないんですけど、リスポン地点、リスポン地点っていうのかな、ゲームがスタートして、プレイヤーがね、ゲームがスタートするスタート地点が何か所かあるんですけど、その何か所かあるスタート地点にだいたいリュックを置いてあるんですよ。で、スタート地点の近くにはだいたい家があるんで、ここに家あるじゃないですか。なのでこの近くに多分リスポンするポイントがあるんじゃないかなと、ライトオン気がしますね。だいたいそういう設定になってるんで、なんだいたいね、だいたいからしてね、こういうところとかね、ちっちゃいね、ちっちゃい拠点が、これなんだっけ、あ、これ違うな、こんなところには多分ないな。下かな、下の方行ってみましょうか。石はね、もう多分いらないかな。もういらないかな、いらなくはないか。なんか転がってきた、なんか転がってきた。なになになに、あれ、なになになに、石だ、誰だ石投げたやつ。めっちゃ転がってきたけど、石が、誰だ石投げたやつ。なんかいっぱい落ちてるね、ここ。ここいっぱいなんか転がってるぞ。どうした、枝も転がってるし、いつの間にかこれマルチプレイヤーになったのか。いつの間にか、誰だ、あ、なんかあの辺にありそうな気が、 あれはモーテルか、あれモーテルか、モーテル、あ、ここに川があって、これは乗れる車がある。ここは誰もいないから、誰もいないね、誰もいないな、乗れる車あるじゃん、これ。中身は空ん、これは漁れない車ですね。これ漁れない。あれでも何もないな。何もない、何もないな、ここ。ここ何もないですね。あそこになんかあるな。あれは、あ、ここに、ここに小屋ありますね。これスタート地点ですね。あ、層があるね。層も壊れちゃうんで、本当は取りたいんだが。そんなに持てなくなっちゃうね。オッケー。リュックないかな。リュック、あったあったあった。リュック。だいたいこういうところにリュックがあるんですよね。これでとりあえず、うん、スロットが増えた。オッケー。で、そこに家あるけど、この家は住める家かな、これ。これは住めない家ですね。ゾンビいますね。住めない家だな。ゾンビくんいましたね、今ね。よし、帰ろうか。暗くなってくるんで、今何時？ちなみに。17時、5時。よし、じゃあ帰りましょうか。待って、これこっち帰るとさ、クマがいるパターンじゃないか、これ。バンディットがいる、バンディットがいる。バンディットがいるわ。見つかったかな？見つかってないか。バンディットくんに撃たれるわ。ちょっと待って。安全に帰れるかどうかちょっとわからないんで、ここは一つセーブしとこう。まめにセーブをしていこう。死んだら終わりなんだね、このゲームね。死んだら相当きついペナルティが待っているんで、なるべく
死なずにというか、死んだらリスポーンしないでもうセーブしたところからやり直すっていう感じが個人的にはいいかなと思いますね。もう死んだら諦める諦めるじゃないけど、これ最初自分がいたのここですね、この辺ですね。ということはこっちに下って、あ、降りれないか、降りれるか。あ、この段差きついな、これこの人ね、ちょっとした段差で足くじくんだよね、本当に。問題はあそこになんか鉄塔があるか、登れないのか。あ、待って、あそこに櫓あるじゃん、あそこ行きたいね、あれ行きたいぞ、めっちゃ行きたいぞ。なぜかというと、ああいうところにねショットガン置いてあったりするんですよね。あ、こういうところにねショットガン置いてあったりするんですよ実は。ちょっと上がっていこう。ないか、ないかな、スクラップ、あ、ないね。こういうところに置いてあったりするんですけどねあ、ないな、ピストルとかもないか、あ、ないか、残念。ショットガンの弾は入ってるけど、あ、ないか。こういうところにねあったりするんですけどね、今までのパターンだとね。これ漁れないか、あ、ないね、ないわ、残念。そして喉乾いたとか贅沢言ってるけど、このロッカーを持って帰るのは至難の業かなこれ持って帰るの大変かな、持って帰りたいな、何でもかんでも持って帰りたい人なんだよね。よいしょ、この辺が漁りたいけど、ちょっと漁るのやめて、また今度に、また今度来ましょうか。ここ辺漁るのはね。ということで、夜になっちゃうので、帰りたい。お家に帰りたい。とりあえず暗くなってきたんで。で、熊がいるかもしれないんでね。熊ね。どこだっけ、うち近いもん、ひょっとしてこの辺、あれ違うか、全然遠いか。我が家はどこだ、我が家はいずこ、ここに、あ、こっちの方かな、あれ違うか、ここ、あ、もうちょっと向こうだね。あ、あれがあって、あ、もうちょっとこっちか、こっちの方か。スタミナがスタミナ切れで走れぬあったあったあった、あ、そのあの辺、そうですね。とりあえずクマとかには遭遇しなかったけど、それはラッキーですね、遭遇しなかったのはね。なかなか走れないまあいいか、まあ歩いていくか。とりあえず、時間的にはまだ5時なんで、余裕ですね、まあ、ゾンビが出てくる時間ではないので。よし、じゃあこのロッカーも設置して盗んできたロッカーも設置しましょう。ぐるぐるっとよっ、はいはい、あれあれ、こう、もっと奥行かないの、これなかなか難しいんだよね、この奥に行かせるのが、ね、行くときは行くんだけどね、まあ、一旦置いて、取るとグイッて奥に入ったりするんだよね。グイッてほらねなぜかね、なぜかそういう動きをするんだけど、一応面合わしとく、合わねえじゃん面合わしとくとか言うのが合ってないじゃん。こんな感じ、だんだん奥に階段状になっちゃったけど、まあいいか。弾、
玉そこにじゃあ全部玉はそっちに入れときますか。これね、ここに玉はここにしまっとこう。で、なんだろうね、あと入れるとしたら、そうそう、ここはご飯なんでご飯拾いました。またでマッチでしょ、マッチ、あ、そう、マッチも拾ったんだね今ね。うん、水、水あるね。 OK、 じゃあここ待って、ここ木にしようか。どっちが少ない、木、こっち鉄にしようか向こう鉄にしようか。こっち鉄にすっか。この鉄大量に必要なような気がするんだけどね。必要、大量に必要というか大量に出てくるような大量に出てくるような気がするんだけど、これじゃないな、これは持ってよ。でこう切って、こう切って、これは重なるよね、だよね。うん、まあこんなもんか。ご飯はご飯は持ち歩かないスタイルで。お腹空いてる、お腹空いてる。フルーツ缶がなかなかやっぱりこう飢えと渇きを両方癒してくれるっていう、素晴らしいよねこれね素晴らしいよね、なかなかね。これね、飢えの方がちょっとハングリーが、これはどうなの、これなんだっけ、トマトソースだっけ。あ、お腹満たされる。うん、まあこんな感じでいいか。はい、じゃあちょっと夜になっちゃうんで、今日はこの辺にしときましょうということで、また明日続きをやっていきたいと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、登録だって、チャンネル登録、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。